こんばんは、4代目ケンケンです。今日は神戸スマシーワールドの魚類展示エリアをご紹介します。こちらは水の一生をテーマとして、上流から下流、海へと変わっていく各場所に生きている魚たちを順に展示しているのが特徴です。上流の魚たち、水流に流されずに泳いでいます。川の中流ぐらいでしょうか。流れも穏やかです。そろそろ海に近くなってきました。鋳型に来ました。塩招きが大きなハサミを振っています。海です。海藻がゆらゆらと揺れています。潮の流れもゆっくりです。一方で荒れた海流の中でも懸命に泳いでいます。さらに沖に行くと海流も静かになり、さまざまな魚たちが泳いでいます。海の水が蒸発し雲に変わり、再び地面に雨を降らせて川の水に戻ってきます。地球のさまざまな環境に合わせて生き物たちが暮らしています。